どうも、初めて30歳です。どうも、初めて29歳です。どうも、初めて20代です。どうも、初めて20代前半です。どうも、初めて23歳です。どうも、初めて23歳です。というわけで、今回の企画はリアル 30vs20 のガチガチ体力測定。今日もお疲れ様です。はい、今回は完全にこちら側の世界に来てしまった花尾さん老害 VS フレッシュな20代。いや俺そっちでええけどな。もう誕生日の差だけ、誕生日の差でギリまだ29なだけよ。ただやっぱりおかしくないこれ、まあ、マジ鍛えてるやろこの企画のために。それとかさ普通持ってないよね。確かに、この靴もごめんガチでちょっと準備してきた。ごめん。ガチで準備してきた。30代対フレッシュな20代ですから。まあさすがにね、まあ、僕がまあ不利だと思うんですよ。なので、ま、今回は、はい、ちょっとまあルールをね設けます。それぞれの種目において20代の方々自分の自信度合いを変えてください。おー、はいはい、あーなるほど。0から100までね。でそれでその後に実際に種目やります。はい、一番自信あった人のスコアを採用する。ってことは、全種僕全員やるってことね。あ、そうっす。いやそれはちゃうて。ちゃうて。アンダの時、我がめちゃくちゃ早かったけどね。まあ、我がくん対策として、一回自信80以上書いた人は、次80以上書けないと。これ、ご褒美的なやつ。はい、あるっすか。大事です。まず、総合で、俺が勝ったら、先に残ってもらいます。なるほどね。5人で分出すのはええわ。で、俺が負けた場合ね。一番自信あるよって書いたやつに怒る。ああなるほどなるほど。だからちゃんと自信書いた方が俺と書いた方がいいよっていう、いいよっていう、そのいいことそういうことそういうこと。というわけでやっていきたいと思います。メガネシャトルアラサー、アラサーも行ったら帰ってこれないし。一種目目はですね、握力、はい、自信書いてください。はーい、100点満点。まあ一体100点満点。だから0から100までの整数値です。はい、このなんか逆におもろいわこれ。じゃあ書きましたか。はい、はい、OK。 じゃあ測定いこう。よし、おい、せーあっ、いや意外と意外とですね。あやばっ、やばい、めっちゃ落ちてる。うわっ、いや意外と弱かった。意外と弱かった。あえだってキロ強ないお前。キロ強い。うるさいもう一回やっていい。お前山田勝に入ってないもん。着ぐるみ入ってじゃあもう一回やっていい。もう愛の力、お前が愛の力、これマジ守るべきもの、守るべきものでこんなの愛の力。びっくりした俺。お前がいや、お前やばっ。31.7。キムさんと同じくらい。まあでもね、電眼が自信なかったら意味ないから結局な。そうだね。いただきます。うぇー、いや、待って、結構まだこんぐらいやってる。52.8。おぉ、握力トス取ったら嘘やろ。いやいや、これは不正やで俺。守るべきものちゃうの。守るべきもの、守るべきもの、守るべきもの。はい、じゃあ皆さんボード持って、はい、記録陣じゃないですか。で、下から出していきます。はい、それじゃあいきます。ってことは、電圧さんが1位じゃないと無理、負けてるってことです。はい、じゃあ自信ボードオン。23 40 100 45 48 お前何やろお前。いやー、言われました。すいません。嘘ダサいやんけお前。申し訳ないっす。お前以外怪我になってる。お前以外ただこれは焼肉ではリードしてます。焼肉ダービーリードです。いや、言うとでもお前焼肉食えるかもしれんけど俺らのチームのなんか失ってんだよ。いや、そうなんですけど、一応言うと握力が一番得意だったんですよ。なんですけどやっぱ老化してました。しゃべない、しゃべない。はい、というわけでじゃあ1本目30の勝利。いやー、すごい。次行きます。じゃあ次は長座体前屈で。でもお前のゴミみたいなここの可動域は覚えてるから。覚えてる。いくよー。レンガさん太もも入るか。
おいお前すごいこと言うな。しれっと。ちょっと待って。ベンガーさんが遅い。ベンガーさんの太もも入るんか。前調子どんなもん。いやー、いってー。お、すげえ。54。すげえすげえ。めっちゃいってる。すごい。みんなすごいな。お、すげえ。強っ。58。マジか。こう？はい、そうです。やばい、もうあのこの時点でボケへんの分かるもん。体がもう硬いのが伝わってくる。え、嘘やろ。そんなことないですよね。挟まってるんですかそれって。挟まってはないわ、はい、22。やば、昔よりは成長してる。いけ、はい、いけ。80。お、すげー。すごい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 。70。嘘やろ。めっちゃ高いやん。よし。あの、まあ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 、まあ、47。みんなすごいな。すごいわ。いきまーす。おお。あ、でも50ちゃう。47です。47。おお。だからさ、トカさんにやったら。俺らこれ買ってんちゃう。これ買ってるやろ。それでは受信ボードオープン。2 56 33 52 99。よっしゃー。よし。把握してたよ、自分の能力ちゃんと把握してます。これ昨日から言ってました。まあでもこれ一生いっぱいやな。一生いっぱいっ、一生いっぱいちょうどいい感じですわ、はい、これでもう我が日はっていくやつから、まあ、いやいや、ここ超えたらお前マジでブロックしやった。おー、すごい。うわ、2m39。すごい。あー、これブロックし強いわ。わわわわ、おー、 2m99。 おー、すごい。 2m25。あー、やばい。 2m91。 ちょっとさ、潜在意識がチャンピオンベルトついてる。大丈夫ですね。これが腹やろ。大丈夫サンベルト。サンベルトサンベルトついてるよ。ここアメリカちゃうの。誰が俺の誰の腹がハンベルトじゃない。アヤベルト、それ日本やん。誰こんまに誰が経費防御したよ。飛ばしてくれもう。おー、正解出ました。 2m90。 はい、もう変じゃん。まあ、遠いなそれ。うわー、あれー、でかくない？マジマジマジ、やばい。2m55。え、マジで言ってる？なんかめちゃめちゃ悲しそう。え、ちょっと待って、ブロフジコウジやん。めちゃめちゃ悲しそう。受信ボードオープン。10 38。30。45。68。よっしゃー、よっしゃーじゃないわ。負けるぞ。やったーい。サーティの勝利。すごい、2勝1敗。弱い。てて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 。さあ、スンシーズ警戒走って恐れる。じゃ早い。やばいやばいやばいっていう一言が聞こえました今。サルエルの記録が7秒24。スンの記録が7秒6。おらおら、我が方がちょっと早い。おおお、え、同点じゃん。一人だと判別できない。マジで多分ラットせへんかったよ。だから多分7秒1。あれ、やっぱ遅くなってる。でももう一回走ります。はい、それでは行きます。28 43 47 60 100。おはようございます。ありがとうございます。だからね、いや、これすごくない。今回は7年度すごくないですか。7年度すごくないですか。もうすごい。興味な。興味なさすぎ。じゃあ備えた、このストレートフラッシュ決めたら、うん、0.5 ポイント。0.5。1.5 勝2敗1分け。もう分かりにくいわ。位置についてよーいスタート。やばい、ってか。2、1、終了です。すげえすげえ早っ。ベンガー59。スンも59。スン57。すげえ
俺俊敏やん。いやだから俺速攻のブラッククリンチャーやからな。憑依させた。憑依するブラッドソウル1400。下半身だけはなんか位置についてよーい。終了。マナオ58。キム60。すげえ。64。これ買ったんじゃん。勝つ。あのポイント次第が。俺が最下位か。レベル高。鬼弾ね。レベル高。それじゃあ行けぞ。オープン。66。38。54。あるで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 。61。61。負けてるやつがなんで一番上かくねん。はい。今1.5と3。3。1.5勝3敗。2.5対2やと思ってたところが。あーやべ。もういいよ。やべ。こっち行ったか。おお。ちょっと。こっちもすげえ。45度や。お前車の調子分かってんなさては。おらー4m? ふざけんじゃねえ。 40m。 なんで俺これ買ってんの。そう考えてなかった。ニュータイプの老害っすか。マウント取っていくタイプの。ごめんなさい、マウント取っちゃった。ちゃんと取れるタイプなの。いきまーす。38。17。44。59。79。というわけでもうだからさ、花尾が強すぎるんやって。もうそんなにごめん。いや、全側に浮かされるかもしれない。吹っ飛ぶ可能性が。あ、確かに。そんなわけない。いや、よーい。乳首すまない。顔やばい。終了です。OK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 O
悪くない、悪くない。よーい。終了です。花尾33、我が31、36。おーい、キム頼む、高い数字書いてくれ。さあ、こっからやべー。一応今何ポイント差すか。4対 1.5。 だから 2.5 ポイント差ついてるから、少なくともここでは多分勝って、かつ数字も揃えないと希望がなくなる。それではいきます。腹筋ザープライス27、34、47、44、58。あー、惜しい。あー、まあ、これ一応これで1点プラスか。まあね、はい、勝ちましたね。あー、くそー。勝ち目がなくなった。これもう1500だけっすよね。残り差です。ちょっと特別ルール提案したいんですけど、カナオさんに勝った人数分勝利欲しくないですか。確かにそれは欲しい。特にですもんね。特にやってますもんね。特にですもんね。で、さらに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 マコさんもこっちに。そうそうそう、だから今日走る気満々の、実は走る気満々の助っ人外国人。マコくんね、助っ人外国人。じゃあ、OK、じゃあ全員参加ね。えいやいやいや、じゃあミサさんは参加しますよね。いやいやいや、ミサさんは参加しますよね。ミサさんサーティーチームね。ミサさんに勝ったらポイントあった。ポイントある。そういうこと、そういうこと、そういうこと。というわけで、トゥエンティーンチームには外国人選手、助っ人外国人、助っ人外国人、さらにこちらのチーム、助っ人、まあ、助っ人という名の足引っ張りっこ、真のサーティー、真のサーティーね。みさみさんに来てもらいました。もう36やからな。違うわ、なんでやねん。まだ30ジャストです。みささんに勝った選手は 0.2 ポイント追加。で、俺に勝ったら普通に1ポイント。普通に1ポイント。あ、1人につき、1人につき1ポイント。よし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 、チャンス。これちなみにみささんは何メートル走る。1100メートルで勝負してもらう。前追いかけれるからモチベーション耐えるかもしれない。もしかしたら花尾にも置いてかれたらもう絶望するから。そう、これ 0.1 の方がいいんですよ。 0.1 やったら6人全員勝ったら僕らの勝ちで、5人やったら同点。
誰か一人でもミサさん抜けんかったら 0.1 足りんくてお前と同点になってスンがめちゃくちゃ今無理だろうっていう顔一人だけ無理だろうって顔するなんでそんなみんな抜ける前提いるか分かんない緊張してた、まあ、緊張するこれ緊張するんだよ な, なんかもうオールスターズみたいな感じになってるもん今いきまーす1についてよーいやばいインコース投げたさあ始まりました花伝オールスター感謝祭伝統の長い公園ミニマラソン栄冠を手にするのは一体誰なのかまず飛び出したの花伝感選手さすがは元陸上部員摩擦ゼロの世界並みの順調な滑り出し果たして最後までこのペースが持つのかいや持たない遅れているのはスン選手君はもっとちゃんと走れキャーミサさん頑張ってーおっと目を離した隙に順位が入れ替わり先頭はワナオ、キム、マコぐーっと遅れてースーンミサーキム、苦しくなってきたかたかワナオ選手、余裕の表情です息一つしていませんここでサルエル、我がが伝官を抜きにかかる若気の至りを見せてほしいところですスンは本当に走っているのか5倍速にしても全く進んでいない一周さあ先頭は最後の一周へ他の選手を風よけにしまくっていたマコが前に出ているはぁはぁ言っているマコに対してやはりワナオは息一つしていないキムはまさに大ハーハー時代そしてついにワナオがマコを置き去りにしてミサも一周抜かしした早い早い、これが妻の前でカッコつけたがる夫か。もう一人の夫、やはり妻が見ていないと足が進まないのか。残り50メートル、はなお誰も止められない。いざ旅立とう、池尾地平の旅へ。あれ？あよっしゃーごめーんよっしゃーあガルちゃん頑張ーわぁうわぁうわぁよしよしよしさあ行くよーさあよくやったやったさあ耐えたー耐えたーミソが早すぎ普通に最後一周で半周抜かんなんて思って心折れたよしかもそのタイミングでマコさんも抜かれてたから心折れた終わりくらいうえもういいよ負けで強すぎゴールしましたお疲れお疲れお疲れやばい塞ぎ込んでしまったすんがすんが痛い体中が痛い大丈夫激痛よしヨーロッパの彫刻みたいな顔してるでも今めっちゃあの彫刻にはもってこいの表情してるぞお前というわけで、結果は花尾に勝った人数ゼロミサさんに勝った人数が2人ということでサーティーの勝利イエーイ強すぎなんかまあいいよ俺ももうすぐそっち側行くしああそうねもう寝返るもんねこっち側にねもうそっち側行くし寝返る多分、ね、寝返りすぎやと思うけどそしたら俺らも勝てるようになるかもやっぱ YouTuber は心も体も若く、はい、返信もいいけど、適度に運動するようにしてください、まあ、でもとりあえず約束通りね焼肉おごっ
奢ってもらうんで、ね、はい、はい、もういいっすよ、全然いいっすよ、もういいっすよ、全然何でも捧げますよみたいな、もうなんで解決するな、どうでもいいっすよみたいなねそれぐらい1500はもう、いや結構もうそんな、人のすべてを、人のすべてを奪う精神なんか、まあ、全部どうでもよくやったから、今日の撮影うん、そう何もなかった逆に言うと、辛いことがあっても走れば、こう、どうでもよくなる一番辛いのがそれになりますからね、そうそうそう、でこれがやっぱり ランニングのいいとこですよね、いいとこなのかというわけで、以上秋の新体力測定でした、お疲れ様でした、お疲れ様でした。